どうも皆さんよろしくお願いします臨床研究者養成コース MCR コースの概要についてご説明させていただきます私は MCR コースのティーチングアシスタントをしております大学院生です臨床経験2年以上の歯科歯科医師メディカルドクターを対象とした1年生のプログラムとなっております MCR の特徴ですが1年生の短期集中型学習プログラムです 臨床研究の目的に特化したカリキュラムとなっております MCR コースのために新たに十一科目以上が新設されております一方向性の授業ではなくて個人指導メンタリングを重視しておりますプロマネというのが MCR コースのハイライトになっておりまして全員参加型の実習になっております SPH の七分野が協力して運営しておりますこのプロマネでは SPH の七分野の先生方からご意見を伺うことで あの一分野にに偏らずいいいいろいろなな方の意見をを聞いててよりり研究をブラッッシュアップしていくことになりますぼんやりとした皆さんの中にある臨床上のクリ,クリニカルクエスチョンを構造化し基本設計図を作成し倫理委員会の承認を通し研究の実施データ収集解析解釈そして論文化発表というこの一連の流れを1年間で学んでいただくことを目的としております。 MCR コースには多数の必修選択科目がご用意されております。MCR を受講するためには、四つの入り口がございまして、ここが皆さんにとって一番わか,かりにくいところじゃないかなと思います。専門職学位課程 （MCR コース）一年生で二年生の MPH、博士課程、博士後期課程、博士課程の医学専攻。この四つの入り口がございます。この四つの入り口のいずれかで大学院を入試突破していただく。 でそしてその上でプラスアルファで1年生の間に MCR コースを受講していただくという形になりますそれぞれ終了要件授業単位学位が異なっておりますのでご注意ください MCR 協力分野7分野ございましてこちらの創造たる教授陣そして素敵な教授陣が皆さんのご,ご入学をお待ちしておりますでこちらの教授陣が本日12時半から G 棟2階セミナー室 にて皆様にご挨拶をさせていただきますのでどうぞ皆様お集まりください MCR コースを受講していただくためにはまずは所属分野を決めていただく必要がございます注意としまして健康情報学の中山先生健康増進行動学の古川先生は残念ながら2024年度受け入れをされていませんのでご注意ください でその他の分野につきましては、例年通り募集されています。各分野の先生にご連絡をお願いいたします。MCR コースには華々しい実績がございます。MCR コースの修了生、現在19期ですけども、すでに教授14名輩出しております。皆さまにぜひご参画いただいて、MCR コースを盛り立てていただければと思います。 先ほど申し上げましたように本日対面で失業と説明会を行いますので G 棟2階セミナー室にどうぞお集まりくださいまた詳細ホームページの方をご確認ください動画もアップしておりますご不明点は事務局までお問い合わせくださいよろしくお願いいたします